では結構私ショート動画に使わせていただいてる糸、中島みゆきの糸、このね糸をピアノ伴奏のぞみちゃんの使わせていただいてるんですね、よくで好評なので歌ってみます。すごい名曲ですよね、まあ、結婚式の時とかはかな、結構歌われる曲だと思うんですけど、私がのショートのデート動画だったりとか、いろいろショート動画によく使ってます、使ってる曲です。なぜ巡り合うのかも、私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかも、私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きていたの、遠い空の下、二つの物語か、手の糸はあなた。よ、この糸は私。織りなすのは、いつか誰かを温めるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを、迷った日の後のささくれ、夢を追いかけ走って、転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中だ、手の糸はあなた。よ、この糸は私、織りなすのはいつか誰かの傷をかばうかもしれない。やっぱいい曲ですね。たての糸はあなた。よ、この糸は私、会うべき人に出会えることを、人は幸せと呼びます。ね、よく考えましたよね、こんな作詞。92年、12歳だ、私は。小学校6年生とか中1ぐらいかな。ああ、やっぱ結婚式な感じですかね、この曲は。ねえ、やっぱいい曲ですね。なんか、よくなんか母がこう、自分と私が一緒にいたら、力を合わせたら最強だねみたいなことよく言ってたので、母はこんな気持ちだったのかもしれないですし、まあ、これ男女のことだとは思うんですけど、ね、でも私もこういろいろ、なんていうのかな、まあ、母に結構合わせつつも、まあ、基本なんかいいんですけど、ちょっとね、抗いたくなっちゃう時もあって、喧嘩とかも結構してたりとかして、心を一つにできなかった時もあったんですけども、ね、なんかいつも母はなんか、まあ、私と一心同体みたいなことよく言ってて、運命共同体みたいなことよく言ってましたね。なんか本当離れるとか考えられないみたいな関係だったので、
なんか2人で1つっていうか2個1みたいな関係だったね。なんかもう最後の最後まで私と離れたくないなって言ってたのでね。ちょっとごめんなさいね。なのでちょっとね、離れられない関係だったんですけどね、本当は。でもなんか無理やりもなんか終了にさせられちゃったっていうか、そうなっちゃったんですね。離れさせられちゃったっていうか、生意気をしゃぐような感じっていうのかな。でももう離れたくないって言ってたから、ちょっと最後の最後までそう言ってたから、まあ一緒に行きますかね、今も。わかんないけど、多分。まあでも、まあこれからはでも、当時と生きていけってことですよね、きっと。縦の糸が王子で、横の糸が私で。ってことですよね、きっとね。これからは王子と一緒にバトンタッチして、まあ、バトンが渡されたってことですよね、母から王子に。なのと思うので、最初その父、のことがあって、父から母にバトンが渡されて、ずっと母と二人で生きてきたんですけれども、今度はそのバトンを王子が受け取ったっていう感じなんですかね。なんかそういう風な感じの人生だなって思ってるんですけど、なのでアンカーなんでね、王子がアンカーだからね、責任重大だねって言ってて王子がそうだねって言って、だから王子だけは死なないでねって言ってるんですけれども、いつも、だから死なないよって言うんですけど王子があの調子で死なないよって大丈夫だよって分かってるよっていうふうに言ってくれるんですけど、ちょっと王子まで死んじゃったら本当私困っちゃうからって、一人になっちゃうからって言って、最後の本当にもうあれですね、父から母にバトンが引き継がれて、そこから20年かな、それで今王子にバトンが引き継がれて、あと何年一緒にいるのかな、分かんないけど、そうですね、20年で引き継がれて、でもあとの40年はずっと王子っていう感じですかね。半分は、人生の後半半分はずっと王子と一緒に、ね、もちろん、そうであってほしい予定としては、もう何にも起きてほしくないなと思ってるんですけど、王子もそんなに体が正直丈夫じゃないんで不安なんですよ、私。結構王子もストレスに弱いですし、結構、メンタルデリケートだし、体もそんなにすごい丈夫ってわけじゃないから大丈夫かなって思ってて、本当に何事もなくずっとね、一緒にいられたらいいなっていうふうに思ってます。なんか急にすごい流れになってすみません。糸からなんかいろいろ私もいつも何も考えてなくて、その時に湧き上がってきた思いでいつも喋ってるんですね。なので本当にどこに話が向かうかわからないんですけども、いろいろ心の中にあることが溢れたままにいつもお話ししています。はい、なのであとの40年王子と仲良く元気にね、健康に暮らせたらいいなって思ってます。もう私の人生にブルースはいらないんでもうコリゴリなので、そういう死別とかもう本当にコリゴリなのでね、父のことがあって、まさか母とはずっと一緒にいれると思ってたのにこんなことになっちゃって、なんでこんなことになっちゃったんだろうってずっと思ってたんですけど、まあ王子にバトンが引き継がれたんだって思って、最初の前半の、40年間は、親がいてくれて、普通はね、もっと普通の人はもっと長くいて、だんだんご両親の介護問題とかで悩みとかも出てくるんでしょうけど、私はそういう心配なくなりましたけれども、
でもすごい辛かったから、まあいろいろですね、その介護とかもすごい大変だと思うから、ね、比べられないけれどもね、どっちがいいか悪いかとかっていろいろそのことの重大性は人によって違うと思うからね、ね、人生いろいろありますね、本当に。なのであとのでも40年おうちに何事もなく2人で健康で、ちゃんとピンピンコロリで行けるように、やっぱりね、美食所ご飯ですね美食所ご飯をせいせいと作ってやるしかないかなって思ってます。病院とかね、もうなるべくもうほとんどお世話にならないような感じにしていきたいなと思っているので、まあ頑張って今のうち40ぐらいから美食所ご飯とかやって、元気でいられるようにエクササイズとかやっていきたいなって思います。取り留めもなくお話しいたしました。糸からの私の独り言でした。ありがとうございました。